その夜、そこに脇箱にいた。さてと、そろそろ始めるぜ。悪いが、そうは思うようにはいかねえんだよ。君かね、今夜の相手は。やるというのなら案内しよう。プレールームへな。よしひもけのかいた。初めての麻雀。では、君が振りたまえ、サイ。行くぜ。八角。それでどうするんだ。確かドラと行くものを決めるんだ。ってわけだから、1、2、3、4、5、6、7、8、来た。ここだ。まあ、そんな感じじゃったな。一瞬で麻雀らしくなった。なるほど。もしるとこがタイプか。そろそろやってもらおうかの。カイジ君からスタートだ。兵道こぶかすなじじ自分は傍観してるだけで美味しいとこだでさらっていくあげたかのようなジャンプだ早まって墓穴を掘ったなカイジ早速やつを測れるってわけか。さあ、どうするいいぜ。やってやるよ。わかんねえ。わかんねえが、大丈夫だ。確か10個くらいだったな。なるほど。まるっきりクズというわけでもないようだ。これぞ麻雀。さてと、時計回りだから今度は静かさ。追い詰めた気になるなよ、赤木。ガタガタ抜かすな。待て俺のホグばかりとったな。俺の前のがなくなっちまうだろ。自分のホグから取れよ。ったく、間抜けもいいとこだぜ。こいつ全員自分の灰を並べたけど、さあ、どうする。そうだ、まだ親というものを決めてなかったな。ああ、そうか、ついうっかりしてたよ。ってわけだから、一番じじいの兵道が親だな。そうなのか。当然できますよね。わしが親だと、わけのわからんことを押し付けおって、と、当然だ。これくらいは当然。じゃ、そろそろ始めてください。さっさとしな、クズが。おそらくは目の前のこの灰を取り、そして人を捨てる。つまり、こういうこと。え？なんだ？何を書いてない？はずれじゃ。まったく、クソ面白くもない。次は俺たち。なるほど。西か。赤木くん、何を考えとるのだ？麻雀は、三つ同じ範囲か並んで範囲を揃えるのは知っていたか。これは一体何なんだ？東西南北が揃っているだと、何が起こってる？まさかこれでもう上がれるのか。しかし、まだ様子見だ。とりあえずこの変な感じを捨てます。赤見くん、それを言ったか。何言ってんの。待てよ、どういうことだ。おや、カイジ君、まさか知らないの。いや、と、当然知ってます。この鷲図のアクションにより序盤からんばは一気に熱を帯びた。容赦なく人の灰を取る鷲図の点は今や20人前、普通では考えられない展開である。負けじと捨て灰を拾いに行く衝動だったか。焦るあまり不要な灰ばかり取ってしまい、現在15灰。なんじゃこの鳥は、ヘドが出るわ。しかし、赤木だけは自分のリズムを快調に刻んでいく。何もわからない。そして50年にして開始に異変が起きた。取る灰が裏返っている。なんでこんな理不尽なことが俺の目ばかりに。しょうがない、パスを使う。開始、苦渋の決断。同情するぞ。流れはわしにある。これで二度きお前だ。どこまでさらればいいのかわからず崩すぎてしまったが、おそらくはこの救いの花一杯になった時が上がりだ。さあ追い詰めたぞ兵道。またしてもいいぞ。へぇくそ、受けて開示。しかし開示には今の圧倒的閉塞状態を打ち破る策など何一つない。ハゲたな、お前の化けの皮。死ぬがいい。なるほど、二流だ。だが、しかーし、思い出したんだ。え？
確か一度パスを使った人間は次の自分の番から他人の牌を取れるんだよな。有無を言わせぬ大使の言葉、ルールを知らない赤たちはこの常軌を逸した条件を飲まざるを得ない。ひょっとして知らなかったのか。そんな感じじゃったな。これぞ麻雀。いくらなんでも知らないってことはねえだろ。そうか。では遠慮なく。わしの牌を取るか。面白い。タテの一牌を出した。俺の勝ちだ。見せてやる。俺の勝負強さを。なかか。いらねえよ。返し、その中俺がもらう。なんだと。あと一つだけ何かが足りないと思っていた。勝利までのあと一歩。その正体が分かったぜ。上がりだ。東西南北不死でなか、香港すべて揃えたり。ロン。これが、漢字の意味、そんな意味が、たった五つ揃えただけで上がりやった。赤木、知っていたのか、この上がり方。いや、全然。例えるなら、偶然ってやつの力だ。これが俺の麻雀だ。後に、裏の麻雀界を震撼せしめる伝説の赤木茂。これがその始まり。お前たち、俺の通帳に2000万ずつ振り込んどけよ。誰に口を聞いている。1050年近い儀だ。俺は絶対払わないからな。あらら。